エレーネ・アデルハイト・フォンシュレー・ス・ビヒ・ホルシュタイン。ゾンダーブルク・グリュックスブルクは、デンマーク王子ハーラルの妻。第二次世界大戦中は、義兄の国王クリスチャン十世とは、対照的に占領者ナチス・ドイツの協力者となり、戦後デンマークから追放された。グリュックスブルク公爵家の課長フリードリヒ・フェルディナントと、アウグステンブルク公爵家課長で、 名目上のシュレースビヒホルシュタイン公であるフリードリヒ8世の娘カロリーネ・マティルデの間の三女として生まれた。母の姉、アウグステ・ビクトリアは、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の皇后、長子のビクトリア・アーデルハイトは、ザクセン・コーブルク・ゴータ公、カール・エドアルトの日である。1909年4月28日に、 デンマーク王フレゼリク・ハッセイの産卵で、またいとこのハーラル王子と結婚し、5人の子女を設けた。ヘレーネは1940年に、ナチスドイツがデンマークを占領したとき、ドイツ軍の占領を歓迎したことで、デンマーク国民の多くから嫌われた。ヘレーネは、デンマーク王家の中で、唯一の対独協力者であり、好んで、ドイツの軍人主催のパーティーに出席し、 母国ドイツの人々と信仰を深めた。ヘレーネの交際関係を切り盛りしていた従者のパウル・ダルはコッペンハーゲン駐在のアプベェアと通じており、戦後はスパイ容疑で有罪となっている。1942年、対独協力者で組織されたデンマーク義勇軍の将軍クリスチャン・フレゼリク・フォン・シャルブルクがロシア戦線で戦死した際、国王クリスチャン10世が出席を拒否した。 シャルブルクの追悼式典に国王の義前であるヘレーネが出席したことは大いに問題とされた。また同年、ヘレーネは娘婿でクリスチャン10世の次男であるクヌーズ王子に、不王にナチス党員がデンマーク政府の官職に就くのを許可するよう説得して欲しいと頼み込んだ。ヘレーネは、いわゆる世紀のナチスの手先とはみなされなかったが、ナチスの情報提供者であり、 ナチスの情報収集のための連絡員だと思われていた。戦後、ヘレーネは裁判にこそかけられなかったものの、デンマーク王室は彼女の存在を抹殺すべく1945年5月30日に彼女を国外へ追放した。ヘレーネはドイツの実家、グリュックスブルク城で自宅軟禁状態に置かれたが、夫、ハーラルが、 重病となったことをきっかけに1947年にデンマークに戻ることを許された。夫の死後はコペンハーゲンを離れ、郊外で寄生を送った。ありがとうございます。